はい、日曜日。はい、日曜日の餌やり、水やり、小松菜やり。はい。行きましょう。何体ぐらいあるんですか。こっちが親鳥の方で16、7袋で、こっちが、ひな鳥たちの分で多分15、6。310キロぐらい受ける。そうですね。で、小松菜もあると。うん、はい、はい、乗りましょう。ここから出るのが難しいよね。ちょっとヒヤヒヤしますよね。この間、一人で日曜日やった時、その軽トラここに収容チャレンジして成功した、うん、素晴らしい。久しぶりだった。すごい軽トラ綺麗になってますね、昨日の雨で。確かに視界がクリア。雨の中小松菜とに行ってくれたからかな、うん、めちゃくちゃ綺麗。これサファリパークの気分でしょ。車の中から撮れてそう。したいですね。どこに固定したいところですね。三脚を持ってくるべきだったか。悲しい。どっかいいとこあるかな。どっかいい場所、置き場所ないかな。うん、いい。いいよいいよ。止めます。はい、どうぞ。はい。
はい、動きましょう。三脚が怖いみたいね。的にははいはい、ね、1日でなくなればいいのよね。うん、1日でかなりになればいいのよ。だいたい1話で2キロ弱ぐらいですね、食べる量が。この粉餌で小松菜は揚げ上げた分だけ食べちゃうね。はい、三脚が怖いみたいです。あ、三脚が怖いらしい。なるほど。そうね、見慣れないよね。はい、どうだ、三脚が怖いか。怖いね、三脚が怖いね。みんなほら、全力ダッシュ、怖いものから逃げるダッシュ。どうどう。あ、喧嘩だ喧嘩、ごめんね。じゃ怒られました。移動して次の餌やり場所行きましょうか。そこにいたのは歩きで向かって、ともちゃんは軽トラ運転で来てもらいます。はいはい、ポカポカ陽気の、もう春に近づいてますね。はい、やはりみんな三脚が怖いのか、それとも軽トラが怖いのか。はい、こんな感じで、軽トラに乗りつつ餌やり、小松菜やりやってますね。はい、三脚ですね、多分。結構上がってる。うん、さっき一番端っこのギャリアンって、うん、あの、動かしてた。そう、僕もみんな。
がありますよ。本当？うん。すごい。本当だ。これで毎回の祭壇が決してやらせではないことがね。取っていいですか？どうぞどうぞ。先あれですよね。あの網のプレゼントいただきましたね。全然違うけど。もっと遠いの遠いところです。そう、もっとね、初めてもらったプレゼントね、ありがたく使わせていただきますけど、はい、良さげな卵、卵です。イエーイ。はい、引き続き、夢ですけどね。可愛いですね。え、小松田君？うん。やっぱり三脚怖いね。小松が投げたのにさ、寄ってこないね。そう、あと私がこうやって持ってるとこからかぶりつく。なんか可愛いですね、この子。足が出るか。見慣れないものが目の前に。警戒心が強いな。この年は終わり。次行こう。次はここですね。またしても
こんにちは、ワトフで、ともちゃんはケイトラで来てもらいましょう。寄ってくる寄ってくる、なんだこれは、見慣れないな。寄ってくるね、寄ってくるね、見慣れないものがいっぱい。三本足の化け物だ。はい、見慣れないからみんな寄ってくる。怖いね。ふふ。ちょっと野鳥さんの様子見てくる。座ってる彼はハエに困ってます。ハエというかコバエというか、ね、ナチョウにはねついちゃうんですよね。あげるお客さんとしてはあげやすいかもしれないけど、ヒナーにあげるときちょっと心配になっちゃう。バリバリにちぎってあげてます、柔らかい方が美味しそう。
全体的に細いね。そう。小松菜買ったんですけど、あの人間で食べるよね。はいはいはい。でもこんな細くなかったよ。やっぱり捨てる部分なんだろうね。そうだね。な日によって変わるのはなんでなんだろう。同じ時期でも。なんだろう。捨ててるお姉さん方の気分。でもなんだろうね。これ毎朝変わるとかそんなことはない。感覚にビビっているみんな。来てくれる。あ、来た来た。あ、でもなんかまっすぐ来てくれない。まあ安全にね、小松菜を上げることできますね。ああ。今は怒る人いないですけどね。いない。あ、でもあの子。その34番のレッド君、これ33か、33これの子レッド君でしょ、うん、皆さん、ラチョウには何種類かいるんですよ、ね、まあ、でも落ち着いてるよ、ね、3種類 4、うん、4いて1個がほぼいないというか、絶滅するか、そうだね、いや、違う、4種がいて、レッド系とブルー系とブラック、アフリカブラックがいて、レッド系2種、ブルー系2種がまだいる。ブラックが2種類家畜、アフリカブラック。平和です。あそこに佇んでいるオスの子は毎年大量のハエに苦しんでますね。さっきもね、パタパタやってましたよ。小松菜が待ちきれなくて近寄ってくる。小松菜すごい待ってる。三脚にもビビらない。恐怖より食欲。この子たちさ、誘導に小松菜を使ったらなんかすごい小松菜大好きになった。前から好きだったかもしれないですけど、もっとその時に、ね、味わった小松菜の味が忘れないね。でもお酢はちょっと気にしてるな。俺はもう騙されないと思って、ね、もう一度騙されてしまったので、タヌキと警戒中、タヌキと警戒中、いないいない三脚に三本足の化け物が近寄ってきました。食べなよ。タヌキと警戒中。あのマスコミでも警戒しちゃうんです。人間は二本足、ダチョウも二本足、こいつ三本足、化け物だ。なるほど。でも三本足って生まれないかね。なんかたまにバグって生まれそうで。さらに再開します。
終了です。目の前におりますね、うん、バイオハザード、うん、まあお構いなし行こう、うん、いや背がでかくなったなお前たち、ね、雨で体が比較的綺麗な、いやそうかな、こう泥お腹に泥がついてる、首とか綺麗だな、あー
洗い流されたと。普段お風呂に入んないですか。はい、一人のお風呂に入るんじゃないですね。映像みたいになってる。ちょっとした空撮映像みたいになってる。はい、続いては雌のだけに行こう。あ、ごめん、小松菜がまだ。これは小松菜がまだありましたから、皆様行きます。あ、じゃあ私はケープだね。お願いします。さあ、メスの楽園に行く。桜が咲いている。梅か桜か。あれ、もう開花宣言されたんだっけ。ちょっと最近ニュース見てないからわかんないですけど。はい、皆様、こちらは当ファーム
メスで構成されたメスの楽園です。どうですかね、メスしかいないんですね、ここね。はい、メスしかおりません。はい、メスしかいません。メスの楽園に人間のメスも入ります。でも仲良くしてくれました、前入ったら。だね。はい、メスの楽園に人間のメスが侵入します。武器を持たずに健康維持のためね。いやー、ヌードリンチョできるね、すごいよ。ここ広いんだよ。これはできないよ。お気をつけて。よく届いたね。どこのやつだ。網っていうかここら辺じゃないですか。うん、中の網を全部撤去したけど。あ、それが。どっかから外れたか、課長が引っ張っちゃったかですね。よかったよかった。完了完了。さて、はい、さて終わった。何で終了。終了。